オラー、皆さんこんにちは。ゴーチャンネルのお時間です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。短く短くね、頑張っていきましょう。はい、ですね、今日もお衣装はマーク・ジェイコブスです。これもあの列並んだからさ、もう仕方なくなんか買わないといけないかなって感じで買ったんだよね。で、ここは可愛いんだけど、これがちょっと謎なんで、これマークじゃないと思うんですよね、僕。うん。で、これは非常に謎なんで、もう夏だしさ、暑いから、もうここ切っちゃおうと思うね。これは好きなんだよね。あと、あんまりこの、なんかスウェットじゃないような、あの、ロングスリーブ T シャツってあんまりなんか好きじゃないから、なんかちょっと謎でしょ？T シャツじゃないし、スウェットじゃないし、なんかどうしていいかわかんないんでね、うん、だからこれは今日見納めだと思います。はい、それではもうさっさか行きましょう。今日はですね、次回予告いたしました日本人男性の、女性化についてですよね。どういうことかっていうと、正解レベルでいくとですよ、やっぱさ、髪型とか、立ち振る舞いとか、まあ、もちろん皆さんよくよく、ご存知だと思うんですけど、もっとやっぱディテールは何なのかってことですよね。かというと、まずね、やっぱね、今日お話ししたいのは、全体的な女性化っていうか、金銭感覚の話ですよね。どういうことかっていうと、あのね、発見したこと言っていいですか？アジアなのかもしれないんですけど、わかんないな、ちょっとそれはまだ研究が進んでないんですけど、他の国と比べて、なんていうの、アジアはなんだっけ、東洋の方の方は多分ね、のお金持ちはやりくり上手なんですよね。わかります？倹約家っていうんだっけ、合ってますか？で、こっち側っていうか、じゃない方たちはどっちかというと、稼ぎを多くしようって感じだよね。いい仕事を見つけて、どんだけたくさん稼げるか、稼いで楽しく生きられるかという感覚ですよね。で、まあ、どっちも本当はやっぱり何でも極端は良くないと思うので、やっぱり稼ぎがあって変なことに使わないっていうのがまあいいことだと思うんですけど、日本の方はやっぱちょっと細かいですよね。で、これをお友達に話した時に、お友達がこうおっしゃったのは、でもねって、他の国のよりも日本の方の方が計算の、なんていうの、技術がやっぱり、日本は数学とか結構レベルが高いですよね。だからそういうふうに考えられるから、そうなんじゃないですかって、だからそれは悪いことじゃないんじゃないでしょうかというふうにお友達がおっしゃって、そうだなとはまあ思ったんですよね。逆言うと、こちらの方たちはあんまり計算上手じゃないので、もうバーッとシンプルにたくさん稼いでっていう感じだと思うんですけど、結局は好き好きですよね。どちらがいいかっていうことだとは思うんですけど、まあね、だから一概にこれが女性化かと言われたらまたちょっと難しいですけど、でもいわゆる日本でいう、めめしいという言葉で表現されるのはやっぱこっちですよね。で、他の国の方は逆に言うと、女性でもこまごま考えてないですよね。なんかもう欲しいものを買う、必要なものを買う、安かったらラッキーって感じだよね、どっちかというと。でも僕は日本のことしかわからないので、他のアジアはちょっとわかんないんですけど、もうせこいよね。せこい。もうとにかくせこい。
もう値段値段でもうすっごくせこいです。 別に嫌いじゃないし、いいところってたくさんあると思うんですけど、もうせこいせこいです。でね、その節約、まあいいんですけど、もうね、あまり具体例を出せないんですけど、例えばよ、スーパーにお買い物に行って、そうだな、例えばじゃあ20%オフのものをレジに持ってったとするじゃないですかね。で、日本の方は絶対見逃さないよね。もう戻ってきてでも、これ20%になってなかったですっておっしゃいますよね。でさ、レシート見てないからさ、人のレシートだから知らないけれど、いくらよって思ったら、もうほんと少額だよね。それだったらさ、そのぐらいの金額だったら、やっぱ差が出てることたくさんあると思うんですよね、その生活の中で。例えば、だから30円分だったとしたらよ、30円、その30円、絶対どっかで知らないうちにパッとなんか買っちゃったりとかして、30円は無駄遣いしてることって絶対あると思うんですよね。でも見逃さないよね。30円返してとおっしゃるのは日本人です。せこい。やっぱりもうちょっとこの、なんて、ダイナミックに生きるっていうことができないのかと思いますよね。すごく世界的には日本の人は小さい頃から一人でもお買い物に行けるように教育されてるし、それはすごいびっくりされることですよね。日本の子がお金を持ってお店に行って頼まれたものを買って帰るっていう習慣とかがあるっていうことはすごくすごいことだというふうに言われてますけど、本当にすごいと思いますけど、ただね、やっぱりそれがちょっと変なこと言いますけど、それがさ、セクシーかどうかというとすごく微妙だと思いませんか？変なこと言ったよね。でもそれがアトラクティブかって言われるとすごく微妙ですよね。で、まあ別に、じゃあお金、経済力とそのアトラクティブかどうかっていうのがどっちが大事なのかって言われたら、まあやっぱりアトラクティブでも年いくとみんなやっぱガーなっちゃったりとか、まあまあいろいろありますから、そればかり気にしていてはダメだと思いますけど、なんかそのやっぱりなんて言ったらいいかな、せこ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 小物のように、なんて言ったらいいんですか、キャラクターというのはあんまりと思うんですよね。なんか優しいし親切だしっていうのはすごくいいところだと思うんですけど、これはやっぱり日本の女性の、皆様にお聞きしたいことですよね。本当のところどう思ってらっしゃるんですかっていうことですよね。やっぱり知り合いの方がおっしゃったんですけど、日本は草食系男子でしたっけ？とか、そういうのがすごく今メジャーになっててっていうのが、まあ、あるみたいなんですけど、やっぱりそれだともう全員女になっちゃいますよね。で、一体そこら辺は一体どのように成り立っていってるのかっていうのが非常に興味深いところですよね。もう性別がまあついてて、まあそういうふうに育つから、まあ男です、女ですってあるんだと思うんですけど、僕から言わせればもう全員女だよね、感覚が。やっぱり
古き日本男児というのは存在するのでしょうか。うん、で、あんまりそのジェンダーに対してこういう分け隔てがなくなっていくっていうのは本当にいいことだと思うんですけれど、やっぱりきちんと理解していかないと、よその国ではジェンダーレスにどんどんなっているからといってちょっとズレがあるんじゃないかなと思うんですよね。日本のジェンダーレスっていうのはみんなが女になるっていうことじゃない、女になるっていう言い方は非常に語弊がありますけど、そういうことじゃなくてお互いを認め合いましょうということですよね。うん、なのでなんかもうちょっとどうにかならないのかなと思う今日この頃ですよね。まあ誰も僕に言われたくないと思いますけど、うん、でもなんかそういう風に感じることが最近多々あります。今何分経ったでしょうかはい、もう約束は全然守れません。5分に収めると言ったのにもう今12分になってるし、ワンパクゆず茶はあんまりおすすめしませんと申し上げましたけど、今日もう飲んでるから全然言ってること当てになんないから、今日のこの話もさっと忘れてもらったらそれでいいんですよ。はい、次見るときまたこの T シャツ着てるかもしれないしね、着るって言ったのにまだ長いままかもしれないし、全然わかんない。もう80% は冗談なので、あまりお気になさらずにさっと流してもらったらいいんです。はい、ということでした。はい、長々とありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。